Hey guys, what is up? My name is Joe and welcome back to another reaction video. Today we're going to react to the sixth episode of the second season of Attack on Titan, and it's called Warriors, okay? Attack on Titan right now, it's really, 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 really good. The second season is a lot, I don't know, but it's a lot better than the first season. It's coming out like to be like amazing, okay? And there's a like a lot of things going on happening, and like Ymir being a Titan and nobody knows, and she not like there's a lot of secrets, and I think they're gonna reveal it in the future, and that's what I'm hoping for, and I am so amazed. Anyway, let's just dive into this episode. Hopefully it's gonna be good. Okay, let's go. た調査兵たちは窮地に立たされた。ナナバさん、クリスタ、これはただの私の願望なんだがな。お前、胸張って生きろよ。ユミルが巨人化した。That's a heroic act。ミルが。巨人の撃退に成功した。驚きをもたらすこととなった。ユミル、ヒストリア、ヒストリアっていうの。I don't know what they're gonna learn about Historia because they are for like right there for her.慎重に上げろ。Hopefully she'll recover. ユミルのやつは一体どういう状態なんですか。右側の手足が食いちぎられ死んでるってよ。普通なら。ライナ、どうか信じてください。本当なんです。ユミルは私たちを助けるために正体を現して巨人と戦いました。自分の命も顧みない行動が示すものは我々同士に対する忠誠です。だって最も重要な情報をずっと黙っていました。おそらくそれまでは自分の身を案じていたのでしょうが、しかし彼女は変わりました。ユミルは我々人類の味方です。ユミルをよく知るわ。そうか、もちろん彼女とは友好的な関係を築きたい。これまでがどうであれ、彼女の持つ情報は我々人類の宝だ。仲良くしたい。世界の状況は複雑すぎるみたいなんだよね。いや、本名はヒストリア・レイスって言うんだって。はい、そうです。レイス、そう。 OK、 ヒストリア。 OK、 はい。ユミルはどう？とりあえずトロストクまで運んでまともな医療を受けてもらわないとね。任せだよ。了解です。さて、我々は穴を塞ぎに来たんだった。ああ、いって。大丈夫かライナー。大丈夫じゃねえな。巨人、もうダメかと。ああ。お前ほど強くてもそうなっちまうんだな。何言ってんだ、こんなのもう2回目だぞ。収まっちまったこともあるんだ。
あの時すでにもう2回も死にかけた。このペースじゃあの世まであっという間だ。自分で選んだ道だが削られるみてえだ。まあ壁を塞がねえことにはしんどいだのと言ってる暇もねえが。ああお前ら二人の故郷も遠のいちまうばかりだからな。なんとか。そうだよライナー、故郷だ、帰ろう。もう帰れるじゃないか。今まで苦労してきたことに比べればあと少しのことだよ。そうか、あともう一息のところまで来ているんだったな。助かったぜミカサ。怪我はない？俺は大丈夫だ。ライナーが腕噛まれて、ユミルは見ての通りだけどな。まさかユミルまで巨人だったな。ユミルの件はひとまず後だ。それからコニー、あんたの村には後で調査班を送る手配をするから、今はとにかく壁の修復作戦に集中してくれ。いいね？はい。しかしハンネスさん、中東兵団先遣隊だ。穴の位置を知らせに来たんだ。 OK。 穴がどこ、少なくともトロストクからクロルバクの間に壁に異常はない。なんだって？クロルバクの兵と勝ち合って引き返してきたのさ。道中で巨人とも出くわさなかったが。 Oh my god。巨人は実際に…か飲むかよ。ていうか、お前らはなんでこんなところにいるんだ。What the hell? 壁に穴がないのなら…とにかく、まだ気を抜くなよ。俺たちは先に戻るぞ。一度に起こるなんて。本当にこの世界はどうしちゃったんでしょうかね。エレン、ちょっといいか。話があるんだが始めた。まさか、What? ついに地下を掘る巨人が現れたんだとしたら。鎧の巨人で、こいつが超大型巨人でやつ。今はとにかく、ユミルを安全に運ぶことを考えよう。馬を出そうにも巨人がいますからね。ライナー、俺たちの目的はこの人類すべてに消えてもらうことだった。だが、そうする必要はなくなった。エレン、お前が俺たちと一緒に来てくれるなら、俺たちはもう壁を壊したりしなくていいんだ。言ってんだよ。What? No, 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 no. Reiner and the other one, Dark Titan, is that some kind of joke? 今からだ。故郷って。どうなんだよエレン、ひとまず危機が去るんだからな。 They are talking… They are not talking straight, no. 参ったな、限界なんだが。 No, they are joking. Come on. お前請求したアニレオンハートの身辺調査の結果がようやく届いたんだが。アニの？ What is… これによると君たち地域の出身者がいるようなんだ。Don't tell me it is Reiner. その二人はウトフーバー。Goosebumps, goosebumps, man. So they are the Titans, and he said the armed Titan and the colossal. 誤った作戦企画書によってエレンが目型の巨人が出現したのも右翼側でした。え？どういうことですか？二人が兄に情報を流した可能性があるってことだよ。Oh, no. なんで兄に？ Oh, no. 待てよアルミ、oh, no. 何言ってんだ、oh, no. お前。分かってるよエレン、念のため訓練兵時代の三人の関係性などが知りたい。どう思う？ライナーとベルトルトが同郷なのは知っていましたが、兄と親しい印象はありません。俺も二人が兄と喋ってんのは喋んなかったけど。Man, my heart is pumping really fast right now.
て甘いおかずが好きだって噂を聞いたことがあります。私は覚えていません。僕もそう。I thought that too. わかっていません。But that explains how Annie didn't kill Reiner and how that Titan bit him and his arm. I don't know.兄に聞かれる距離ではなかったし。なんだそれ。Holy shit。じゃあ、エレンはどこにいるってんだ。Oh no。Oh my god。エレンだからでした。Oh。それに、とかできたかもしれない。ライナーなら。Oh my god。Oh my god. 全員聞くんだ。もしライナーとベルトルトを見つけても、こちらの疑いを悟られぬように振る舞え。Okay. もちろん、アニレンを把握する必要がある。全員、わかったね。Oh my god. Oh my god. It gets interesting, man. くないくらい大変だったんだろう。ライナーは疲れているんだ。大体な、お前が人類を殺しまくった鎧の巨人なら、なんで俺がはい行きますってうなずくわけがねえだろ。Oh. Oh. Mikasa is there. Mikasa is there. そうか。What happened?Oh my god. Oh my god, there's something's gonna happen. Something's gonna happen, man. Is they gonna transform? Oh my god. そうかったんだな。バカな奴らに囲まれて3年も暮らしたせいだ。Oh my god. 俺たちはガキで何一つ知らなかったずにいれば。俺はこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。ノトは自分のした行いや選択に対し戦士として最後まで責任を果たすことだ。Oh my god。ここで勝負は今ここで決める。Yes。Oh my God。Transform me, piece of shit! これだけだ。 Oh my god, man! ライナー。 Oh my god! Oh my good god! Oh my good god!Oh my good god. The fuck is that? Every episode, there's something crazy. Holy shit, man. Reiner and Berthold, they are the Colossal and the Armored Titan. Oh my god.What the hell am I watching? Am I still watching? Oh my god. Oh my god. And I really liked those two because they were always by their side.
I never ever thought this, they were kind of gonna be like titans, and they are the main reason the whole thing happens, the breach of the walls, the killing, they are the main reason. No man, I must be dreaming. I don't know anymore. I do not know anything about this. This, like, I watched this 5th episode of, like, the season 2, and I am amazed. How could it be better and better every episode? How? Tell me how. Oh my good God. And they took Yumi with them. And what is it even, like, got on my mind, like, they already know, like, everybody knows Reiner and Berthold, they were titans, but they were really acting not suspicious, so they don't know. Man, I'm really excited for the next episode. I think Eren is gonna fight Reiner. Man, I don't think that he's gonna win. Man, the armed titan, he's really better. And Reiner, come on, Reiner, nobody can beat him. Oh my God. Thanks for watching.